はい、今のチェスよろしくお願いします。ドリームリーグやっていきましょう。これがなんか初期メンバーらしいんですよね。はいはいはい、初期メンバー全員 D ランクね。 OK。 いやで、まあやっていく中でやっぱ何かしらこう目標を立てたいんですよね。まあ多分その選手を引くガチャとかそういうのもあると思うので、日ハムの純正を目指そうかなと思います。はい、いや監督プレーっていうのがワクワクするよね。はい、うん、とりあえず日ハムは何人いる？2人しかない。あ、2人しかないんだね。まあまあまあ OK です。はい、ログインボーナス、欲しいアイテム1つ、え、レギュラーチケット ×1 っていいんじゃないの。 ABC ランクの選手、うん、15エナジー、分からんな。とりあえずチケットかな。 ABC が出た時点で今の状況よりは強くなるもんね、これで。トップ画面左上のリーグランクはチームの指標だね。試合のスコアによって毎週月曜日に決まるんだ。はい、とりあえずスカウト1日1回無料。え、プレミアムスカウトが1日1回無料なの。ミキサーとかあれだよね、これざっくりだけどプロスペースと同じような感じだよね。すげえな、プレミアムスカウト1日1回無料ってすげえな、太っ腹だな。はいはい、どうしよう、これがいいな。あ、これがいいなって言ったけどそういうわけではないね。プレミアムスカウトこれね。はい、いやー引きたいなー、 S ランク引きたいなー、ここで紙引きを見せたいな。まあ最初だから全然スキップせずに。あ、俺これボタン押すの。はい、全く分かんない、 いいのか悪いのかも分かんない。 B ランクか、まあまあまあ C が出る可能性もあったわけですかね。そう考えれば B ランクはいいんじゃないでしょうか。オーダー画面、今うちのセカンド誰やってんの。セカンド、あ、はい、あ、日ハム純正がいきなり崩れる。いや、まあいきなり崩れてはしまうけども、え、ちょっと待って、野手でここで入れちゃえばいいのか。入れれない、なんで、え、なぜ入れれない。とりあえず試合やってみようかなと思います。あの百瀬選手入れれなかったのがもうすでにいたんですよね、 D ランクの百瀬選手は。そこで入れれませんでした。とりあえず今、B ランクの百瀬選手入れたんで、で対戦やってみましょうか。ダイジェスト形式らしいんですよね。まあとりあえず、まあいいや、これでいいです。はい、なんか慣れたらすげえ面白そうなんだけど、いやエナジーな、どのぐらい手に入るんだろう。課金はしたくねえな。だって仮に5000円課金したらさ、5000円で新しいゲーム買えるからね。そう考えると課金って怖いんだよな。北海道日本ハムファイターズ対読売ジャイアンツの一戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。いやというかこれ いいなワクワクすんな。里崎さん、試合開始前は選手のどのようなところ、あ、それは監督の顔もね自分で作れるのさ、作ったんだよね。映んないかな。おそらく序盤はこのゲームのポイントになるでしょうね。なるほど、このねドリームリーグが本当にやりたかった、俺はこのプロスピ2019に関しては。ジャイアンツ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。ダイジェストどんぐらいするんだろう。あ、来た、ピンチを脱出せよ。はい、失点かチェンジまでプレーね。 OKOKOK、 ワンアウト二塁ね。さあ、そしてバッターボックスには北村が入っています。さあ、指示しましょう。得点圏には先制のランナー、
まあ先制がかかってますし、ここはしっかりアウトを取りたいですよね。ここが勝負だもあるの。そうですよね。いやまあまあまずはストライク先行でいいんじゃないですか。ストライク先行って言ったでしょ。打ちました。オッケー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 。一塁送ります。アウト、ツーアウト。いいね。いいねいいねいいね。さあそして打席は松本が入ります。指示しましょう。さあツーアウトながらピンチは続きます。ちょっとコーチ派遣してみましょうか。ですからしっかり集中したいですよね。どんな感じかも見ておきたいでしょう。ここでコーチが声をかけました。さあ注目しましょう。はい、采配やや有利。ここでフォアボールを与えました。2アウトながら1塁3塁となります。じゃあちょっと投手に任せるってみましょうか。いろいろやってみましょう。投手に任せるにしたんだけどな。まあ打たせて取れて大丈夫です。采配やや不利。あ、やばい。セカンドの左抜ける。あ、4倍速楽ですね。これさ、プロスペースみたいにさ、あれはないのかな。あのスタミナとか無限に試合し続けられるのかな。打てたらでかいよ。バッターの惜しい。いやー勝ちてえな。追いつきたいけどな、無理かな。で、ね、なんとかするぞ。もデビュー戦なんとか勝ちたいよ。2点か。この後同点またはサヨナラといった可能性も十分考えられますよね。いやもちろん選手も諦めてないですね。カーソルでコースを指定する一打席勝負を仕掛ける、何面白そう。 そうですね、そのチャンスを作り出すことができるんでしょうか。ここで声をかけました。あ、これ俺、あ、似てないかな。似てるかな。似てないな。なんかなまら頬こけてんな。おい大丈夫か。素人のアドバイス聞くか。ここでしょ。いや分かってないからね。3球目は何で来るか。三振。はい、ワンアウトです。バッターボックスは4番高山。いや当てて、ちょっと待って、これ当てたい。ハフ、まずは先頭バッターを三振にしと。コース選んでください。はい、低めですね、低めですね。いやこれ当てたら絶対打ってくれるのかな。3球目、ちょっと待って、待って負ける。本当にデビュー戦負けちゃうのすげえ嫌なんだけど。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ツーアウトランナーありません。塁に出るとまだ試合は分かりません。いや分かりません。いや諦めたくない本当に。分かりませんからね。なんとなくさ、これデビュー戦でさ勝てる風にできてんじゃないの、はい、そう思ってたんだけど。投げるか。全然勝てる気がしない。オッケー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 。とりあえずね、とりあえずオッケー。そして、うん、この VS はね危ないということに気づいた。とりあえず積極的に行けだな。いやもうここは福浦さん大丈夫でしょ。なんとかしてくれるでしょ。ベテランの味。これはバットです。三振です。試合終了。ねえみんなやったこれ、ね、デビュー戦ってみんな勝った、負けた。え、何これ。デビュー戦で大体勝つようにできてるじゃんと俺はなんかそう思ってたんだけど。いやまずエナジー貯めてさ、ガチャしたい。いい選手集めようぜ。いやちょっと、いやなんかすげえ悔しいな。いやまあ負けてしまったもんはしょうがないからね。 OK、 レベルアップ。選手あんまパッと見てなかったけど安楽選手がいるんだね。いいじゃん。お、なんか手に入れたぞ。ガイアかな多分。まあ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 しょうがないですね。マジで。え、マジで。はい、一括受け取りがいいな。はい、とりあえずいろいろ手に入れた。産んでさ、俺ね、プロスピ2019買うときに、
結構高い金出して買ってるの。確かこのねオンラインのやつでなんかいいことがあるはずなんだよ。え、あれかな、なんかダウンロードコンテンツ的なところからなんかやるのかな。俺なんかもらってたはずだけど、買ったと思うんだけどな、オンラインのやつな。まあ、ちょっとわかんねえから。え、てか待って、プレゼントが 5も溜まってんだけど。あ、ほらあるんだよ、海外移籍選手チケットとかあんだよ。オッケー、これでガチャできるぞ、やるぞ。どれだ、アスカとか。まずスカウト、プレミアムスカウトな、どれだ。開幕記念150で S ランク1人確定なんだ。いいね、いいな。ちょっと待って、俺チケット持ってたよね。まずこれいこうか。ちょっと待ってね。はい、すいません。CD ランクの外野手、はい、まずゲットしましょう。あ、そんなあっけなく出る。そんなあっけなく、レギュラーチケット、行こう。何が当たるんだ。レギュラーチケットってなんだ。ルーレットとか。あ、いいね。よーし。いや、大谷選手が惜しいですね。いや、誰だろうな。誰でもいいな。とりあえず。お、ダルビッシュ選手じゃない。来たかっこいい、超かっこいいんだけど。やったぜ、もうエースだ。もう急にエース来た。超湧くんだけど。これでもう500エナジー使おう。これ使おう。開幕記念スカウトやろうよ。だって150使えばさ、これで S ランク1人確定だから。 S ランクいないことにはやっぱり話にならないわけ。これ何なんの、赤色が、あ、金色ってあったね。金色が出たらもう S 確定ってことか。ってことはここ金が止まるんじゃないの。あー、そういうことか。あ、今金色2ついたよ、2人いたよ。田畑選手やった、ピッチャーめっちゃ揃ってくる。いや、いいね。いや、もう今 B ランクですよ、嬉しいから。いや、ていうか待って、俺日ハム抽選、うわー、熱い。日ハム抽選目指すって言ってたんだけどさ、いや、目指すからね。もう田畑選手とかもうあれだから、結局俺ミキサーにかけることになるから。いやー、素敵だもの。いや、いいわ。後にね、今は S ランク楽しませて。今は S ランク出すませて。いいよ。これもう一度スカウトするにしたら10連やってくれんの。つい200だよね。200で S ランクですよね。いきましょう。いやー、いいわ。スキップしてみましょうか。あ、スキップ寂しすぎる。あったよ、またあ、 A ランクもいる。わ、すごいいいんだけど、すごく面白いんだけど。すごく面白いんだけど、これ250か。そっか、あと100貯めないといけないのか。まあ序盤だからな、きっとすぐ貯まるだろう。いやいやいや、まあ、ダルビッシュ選手もゲットしたし、いいでしょう。スタミナとかはないんですね。もう遊びまくれるってことですね。遊びまくろう俺。はい、まあとりあえずこんな感じで終わろうかなと思います。
まあ、ちょこちょことね、この何でしたっけ、ドリームリーグかの動画アップできればなと思ってます。はい、では、今回ここで終わりましょう。終わり、バイバイ。